いやー可愛いですね。今日のお客様3歳ぐらいなんですけど、もう小学生に上がる時からもうみんなから可愛い可愛いって言われて大変な人気でした。そういう方が今日のお客様です。佐藤健さん、今日のお客様です。まあ主役のドラマの今日はお話もあるんですけど、猫を連れてきてくださったんで、この猫は何なんだってことも伺わせていただきます。よろしくお願いします。もうこの主役の映画世界から猫が消えたならの中で、もう僕がこの、まあ、劇中の名前キャベツっていう猫だったんですけど、うん、飼っていて、だから共演者ですね。共演者です。本当はパンプっていう、はい、パンプって名前です。だいぶちょっと落ち着いてきました。大丈夫大丈夫よ。パンプ君は非常におとなしい猫だそうですけど。そうですね、なんか考え事してるみたいになっちゃいましたね。もうだいぶすっくりきました。あら、かわいいわね。こうやっぱ猫と一緒に映画を、撮るって聞いた時は、うん、僕も猫をずっと飼ってたので、いや絶対無理だろうと思ってたんですけど。あ、そうなの。このパンプが本当にもう天才だったので、多分ほとんど NG もなかったんですよ。でも随分おとなしくしてますよね。もう寝ました。ここだってね、はい、そうそう、照明もこんなについてるのにね。でもなんか今日の徹子の部屋の出演を最後になんか引退するとかって話も聞いた。そうなんですよ。もう結構いい年なので。あ、そうなの。じゃあ今日あなたはここで徹子の部屋で可愛いってみんなに思ってもらって、お利口ねと思ってもらって引退すると。パンプ君抱っこしてみますか。そうか、じゃあ喜んでることなの。喜んでることです。じゃあゴロゴロってゴロ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 可愛いね。パンプ君、今日でさ、なんかあなた引退するんだって。引退興行の時ね、こんなあら可愛いわね。可愛い、おとなしくしてるね。でもまああなた2回目のご出演なんですけど、埼玉県の本のご出演、そうです、僕埼玉出身です。まあ、小さい子供の頃のお写真あるんですけど、まあ可愛いったってないの。こんな可愛いもんですから、これみんなから可愛い可愛い、1歳1歳です、ね、みんなから可愛い可愛いって言われて大変、うん、本当に可愛いわね。ありがとうございます。それでもう学校入っても可愛い可愛いって言われて、でもなんかあなた可愛くて、いつも学校でぶら下がる横棒のところでぶら下がるやつ、あ、これもあなた。これ僕ですね。かわいいね。なんかその同級生からは全然モテなかったんですけど。あ、そうなの。そう、ただその友達のお母さんとかからは確かにモテました、うん、なんかさ、こういう横のところにぶら下がるところに、ごめんなさい、横棒のところにぶら下がるのって何でしたっけ。運転ですか、ね、運転ですよ。あ、僕そうですね、うん、運転とか、まあ、上り棒だとか、うん、はすごい得意でした。で、運転にぶら下がってたからみんなから猿って言われてたんでね。そうですね、人もあなた構わないでみんなに猿って呼ばれてたんだって。そうです。そしたら先生がそれ知らないで、そう、なんかあら、ちょっとかわいいかわいい、形がいいね、これこれね。そうです。あら、かわいい、あら、かわいい、かわいい猫のかわいさを存分に見せてくれますね。あらら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 、かわいい、立ってないわね。足なんか長いのか、なんかちょっとかわいい。あら、かわいい、あら、いいよ、もうそこにパンプ、そこ座ってなさい、そこあなたの場所だから。あら、面白いね、猫ってね。そうなんですよ。あら、なんか斜めになってもさ、前足斜めで後ろ踏ん張ってる、かわいい。あ、これあなた小さい時。そうです、これ僕が、そう、もう生まれた時から家に猫がいる家庭だったんですね。本当、猫大きいね。でかいです。ね、あなた可愛い。レオって言うんですけど。あなた可愛いからさ、猫の方がなんか威張ってるみたいに見える。可愛い。そう、レオっていうのとチロっていう2匹最初いて、ただレオって猫が本当に一番優秀な。あ、レオっていうのがいる、この子ね。うん。そうです。あ、そうなの。まあ、パンプほどではないんですけど、このパンプってのは相当なもんなんですってね。だと思います。僕もう本当にびっくりしました、初めて。あ、そう。でも人間でいうともう70歳くらいになった。そうですね。でも利口ね、なんかね、流行ってね、うん、大人。
本当にゲストのように座ってないね。おかしいね。なんて格好のいいもんだろうってね、うん、猫飼ってる人からするとこれすごいことなんですよ、うん、絶対無理なんですよ。猫ってこんなに人がいる中で、うん、照明もこんなガンガン結構もう隅っこに隠れて出てこなくなっちゃうのが普通なんですけど、ちゃんとね、お座布団、指定されたお座布団のように座って、すごいことなんだ。すごいことですね。うん、相当すごいって。相当すごいです。うん、これで引退しちゃうの残念だわね。残念ですけど、うん、まあ、でも可愛いってパンプコ本当に絵のようだね。富士山の描く絵のようだね。可愛いパンプくん、可愛いわよ。あら可愛い、あら可愛いわね。本当ね。続きはちょっとコマーシャルの後でということで、ちょっとコマーシャルいきますね。あら可愛い、すごい。高校の話聞こうと思ってるのに、あの猫があまりにも利口で、そうなんですよね、映る瞬間にちゃんとお座りになっちゃったりなんかして、うん、もう映画で芝居してた時もそうなんですけど、うん、一緒の画面の中に僕とこうパンプと二人でいると、もうみんなパンプしか見ないんですよ。そうだね。だからもうかわいい、かわいい。さっきも CM10 秒前って19ってカウントしたら座りましたからね。そう、それまで立ってたんですからね。でも可愛いし、あの顔形の 見場のいい猫ですね、これはね、うん、そうですね、うん、でも一応あなたの中学高校時代のお話をと。学生時代ですか、うん、結構中学生の時と高校の時で違います、うん、キャラクターが、うん、あの小学校から中学校まではもうずっと同じ友達、同じメンバーでいたんで、結構割と活発で友達も多かったですし、うん、まあ、勉強もある程度一生懸命やって、まあ、運動も野球部だったんですけど、まあ、ある程度普通にやって、うん、で中学校卒業して高校に入って、ガラッとクラスメートというか同級生が変わったんですね、うん、その時になんかもうキャラを変えようと思って、自分で自分で、うんうん、すごいクールキャラぶってました高校生の時は。成功しました？失敗しました。ダメだった。失敗して高校1年の時は1年間ではずっとそれで貫き通してたんですけど、うん、2年ぐらいの時からちょっともうダメだなと思ってちょっと普通に戻してでも高校入ってからダンスを始めたので、うん、夜練習してたのでって、ね、もう昼間眠いんですよ、うん、そうなの。授業は本当に全部寝てましたね。本当でもブレイクダンスって夜の夜更けになんか練習してたんです、外でも。そうですね、うん、終電までやってましたね。うん、で随分上手、今でも踊れる？いやもう最近はもう何年もやってないので。あ、そうなの。はい、全然できなくなっちゃいましたけど、うん、そうですか。それで自分の将来はどういうのだっていうのを決めになった？やっぱりこう進路のことだとか考えないといけないし、うん、こうそれこそ大学進学にあたっても将来のことを考えないといけなかったんですけど、もういつまでたってもやりたいことが見つからなくて、まあ小学校の頃からずっと将来の夢みたいなことを書く欄にずっとなしって書いてたんですけど、どうしようかなって思ってた時に高校2年生のゴールデンウィークにスカウトしていただいて、それで俳優の、俳優ですね。それで高校3年で、なんかさ、そのスカートの垂れ具合がなんかもう原宿の駅降りて竹下通りに入ろうっていう時にもう5メートルぐらい歩いたらもうそこでスカウトされたんです。そうですね、まあ、ゴールデンウィークってこともあって多分スカウトマンの方も結構たくさんいて、うん、まあ、埼玉だったので初めて友達と原宿に行ってみようって言って行ったら声かけてもらいました。すごいですね、まあ、原宿の駅降りて竹下通りに入って5メートルぐらいの時に、それが当時ですか、これ当時。そうですね、ほぼそうだと思います、うん、17ぐらいかな、これは、うん、でもまあぼんやりとだけどな、ちょっとまあ役者になりたいみたいな気持ちもちょっとあったんですって。そうなんですよ、まあ、役者になりたいっていうのかちょっと違うんですけど、やっぱドラマとか映画とか見るのすごい好きだったんで、うんうん、このお芝居の世界にすごく憧れみたいなのがあったんですけど、でも俳優とかになるためにどうしたらいいのかとか分からなくて、そういう学校もないし全然分かんないなって思ってたところ。
スカウトしていただいたってのもあります、うん、それは俳優としてスカウトされた。そうです。でもすぐなんか仕事ありました。まあ、1年ぐらいその、まあ、学校通いながらなんかお芝居のレッスンだとかして、うん、オーディション高校3年生の時に受かってデビューさせてもらいました。うーん、それで俳優の世界に入ったら。そうです、うん、でまあずっと大学も行くつもりだったんですけど、まあさっきも言ったようにやりたいこととかもなくて行きたい大学とかも見つからなかったんで、うん、もう無理やり行くぐらいだって意味ないなと思って、うんうん、大学も行くことをやめて、まあ、できたらこの世界で頑張っていきたいなと思って。お母様はそういう時なんかおっしゃった。まあ、僕もすごい迷ってたんでいろんな人に相談した結果、うん、やっぱほとんどの人はあの自分の事務所のマネージャーでさえも大学は行っといた方がいいって言ってたんですけど、うん、母親だけ唯一行かなくていいんじゃないって言ってくれましたそうだった。やっぱり行かなかった。まあ、そこで僕がもう本当に決心できましたね。やっぱ多分どっかであんま行きたくはなかったけど、うん、やっぱこうなんか行っといた方がいいんじゃないかとか、うん、その周りの期待とこうなんか父親もなんか本当は大学に行ってほしかったみたいだったんで、うんうん、思ってたんですけどやっぱ母親が行かなくていいって言ってくれたから、うん、あじゃあいいやと思って決心できました。でもあなたは最近ではあの天皇の料理番、あれはもう大評判で。ありがとうございます。それであなたあの時なんかあのこうなんかキャベツ切るとか、はい、それから包丁ですね、うん、包丁さばき、あのなんかあのじゃがいもの皮むくとか、だから堺雅章さんも驚いたんだ。いやまあ全然その、 その、まあ、僕本当もともと料理全くしなかったのでできなかったので、その時に比べたら多少は上達はしましたけど、うん、まあ、ただひたすらそのじゃがいもの皮むきだとか、うん、玉ねぎの千切りだとか包丁に関してはひたすら練習してました。あれやっぱり練習ですかね。練習ですね、うんうん、いやもちろんもうプロの方に比べたら全然なんですけど。まあでしょうね、あの天皇の料理番があんな評判になるなんてね。いや嬉しいです。本当よかったですよね。うん、自分頑張っておやりになったんだろうと思います。うん、猫がちょっと四つん這いになりましたけど、おちょっとさすがに飽きてきましたね。ちょっと一回様子見ておきますね。うん、かわいい。どこに行くのか。かわいい、かわいいね。後ろ姿もかわいいんだ。かわいい。あら、お利口ね。ここだいぶ気に入ったみたいですね。ちょっと詰めとかない。さだめ。お座布団の、お座布団しっかりと今。かわいいです。すごくかわいいです。あなたも現在自分の家で猫飼ってる。そうですね、実家で飼ってます。うん、まあ、僕はもう一人暮らし知っちゃったので、 その実家の猫には全然会えないんですけど、たまに会いに行って、あこれですね、あ実家の猫、はい、これ今実家で飼ってる猫で可愛いのね。プチローって言います。プチロー、はい、うん、可愛い、はい、でもこっちは、こっちはコチローです。こちろーかわいい。こちろーとプチローの猫ってかわいいね。はい、プチロープチロー。うちはでもあの子なんかお腹舐め始めたけど、どうしてんのあやって。これは多分もうだいぶリラックスしてるんだと思います。うん、なるほど。寝ると思います、そろそろ。あ、そろそろ寝る。はい、うーん、まあ、あの俳優のお友達としては城田さん。はい、城田優さん、あなんか先日お世話になったと聞きました。そうなんです、うん、こちらにいらしていろんなお話してくださいました、はい、とても仲がいいそうですけど、ね、ほとんど1週間のうち5日ぐらい一緒に行って。いやそうです、まあ、もちろんお互いがこう仕事の時はなかなか会えない時期もあるんですけど、うん、お互い暇だと本当にそのぐらい一緒にいます。ちょっとあのその時の VTR ね、あ本当ですか、ご覧ください。佐藤健君と仲いいって。そうですね、あのそれこそ先ほどおっしゃってくださったあのルーキーズっていうあの作品で共演して、はい、あの8年ぐらい前からずっと仲良くて、まあもう親友と呼べる中で、多い時は週5回ぐらい会ってますね。ほとんど毎日じゃない、ほとんど毎日、日曜日は毎日っていうぐらい、はい、ほとんど毎日会ってるぐらい仲良くて気が合うんですけど、はい、まあ、普通にお酒飲む時もありますし、カラオケとかもお互い好きなので歌をずっと歌ってたりとか、男2人で何時間もカラオケしたりとか、はい、一緒にいてすごく楽なんですよね。ああ、武尊君が、はい、そうですって。
ありがとうございます。それから森進一さん の長男の高くん、はいね、あの子も今ロックやってすごいのね。そうなんですよ、うん、もともと僕そのタカのバンドのワンオクロックが、ワンオクロックってバンドなんですけど、うんうん、がもうずっと大好きで、うん、で実はそしたら事務所が一緒で同い年だってことが分かって、うんうん、今この子ですかね。そうです、これです、うん、すみません、ちっちゃい頃になんかお世話になったって聞きました。そうそう、私あのジャガイモの会って森さんがやってらっしゃった時一緒にずっとやってたでしょ。あの子まだちっちゃくてね、私に会うとね NHK のおばちゃんっていうのよNHK でしか会わないから。なるほど。で NHK のおばちゃんってあそこに子供3人ぐらいでみんなね NHK のおばちゃんって私に言うのよ、名前も知らないでねNHK のおばちゃん。そしたらいつかね武道館で会うことになっちゃったらねNHK のおばちゃんって言いながらここは違うなって子供でも思ったりしてねちょっと武道館なのに NHK って言っちゃいけないのかなと思って、可愛くてうんと仲良かったね。しばらく会ってないけど、うん、よろしくおっしゃってくださいね、はい、うん、今もう結構ずっとアメリカにいて、そう今もそうですね、レコーディングとかしてるんですけど。あ、そう、じゃあ音楽うまくいってるのよかったね。やっぱりあの彼が本当に会いたかったのはああいう音楽だったのね。そうですね、うん、よかったと思います。ありがとうございます。よろしくおっしゃってください。はい、わかりました、うん、ね、あのネグは相当いい格好になったわよ。いい格好でもう可愛いってあれですね。あ、そうなの。寝たいんですよね。でもまあなんで今日猫、この猫を連れになったかっていうと、この猫が出る映画にお出になった。そうなんですよ。世界から猫が消えたならっていう、世界から猫が消えたなら、はい、すごい題名ね、うん、そうですね、あの、まあ、原作があって大人気の原作があるんですけど、うん、まあ、僕の役がもう冒頭でこう余命宣告をされるところから始まるんですね。あ、そう。でもう絶望的な気持ちで家に帰ると自分と全く同じ姿をした悪魔と出会って、うんうん、その悪魔に、まあ、もしあのこの先も寿命を延ばしたいんだったら一日の命を得る代わりに世界から何か大切なものを一つ消せば一日の命を、うん、一日寿命延ばしてあげますよっていう、あの不思議な取引をして、世界から一つずついろんなものを消していくんです。例えばどういうもの。最初に電話を消します。なるほど、ね、最初に電話を消して電話のない世界を一日過ごして、その次に映画を消したりしていくんですけど、で、まあ、最後に、まあ、世界から猫を消しますって言われるんですよね。まあ、ちょっと見てみますね、どんな映画。ありがとうございます。世界から猫が消えたならこの世界はどう。寝てますね。全然興味ないですね。かわいいですね。でもこれのメイキングがあるんですって、今の映画のメイキングもあるんですよ。ちょっと見てみますね。メイキングです。飛行機にも乗ってきたんですよ。これ自転車のカゴに猫を入れて走るんですよ。絶対普通の猫じゃできないので、ね、はい、よいよ。じゃあ撮影は大の、そうだよな。そうだよね。そんなされてな。函館でロケだったんで函館 寒いんですよ。あら、かわいい、かわいいかわいい、かわいい、かわいいね。何歳ぐらいなの、この正確には十何歳なの。あ、そう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 、十三歳とか言ってね。十三か、うん、十三。人間だったら70ぐらいだって。でもね、猫の70はいいわね。こんなんでもかわいいもんね70ぐらいになると女の人あんまりかわいいかわいいって言ってもらえないじゃない。そんなことないですよそういう人もいる、はい、パンプちゃん本当にあなたに懐いてるわね。嬉しいでしょ、それだけ懐かれると。いや、嬉しいです。ね、あそこのお座布団のとこ行きたいの。お座布団が好き。あら、変わってるわね。おいこね、パンプくん子供の頃からかわいいかわいいと言われてたたけるくんのもうお写真をお見せする暇がなかったので、ちょっとご覧お急いで。どんなにかわいいか、本当にかわいいの。これは何、弟さんか妹さん。妹です。妹さん、
うん、赤ちゃんなんだまだ。でもね、顔立ちは整ってるんだ。可愛いって言われちゃうわね、これじゃあね。そしてやっぱりあれ、あのバレンタインなんていっぱいチョコレート。いやまあ友達が多かったので。あら可愛い、見て。ギリチョコばっかでしたけど。ギリチョコ。可愛、はい。確かにこの時は可愛い。いかにも可愛い。自分で見ても可愛い。確かにそうですね。可愛い、無邪気、本当ね。はい、かわいい。ありがとうございます。でもあれですね、この子は皆さん今日でこの子は、まあ、芸人なんですね。芸人っていうか、まあ、芸人の猫なんですけど、うん、今日で、芸能界から引退するっていうことになって、徹子の部屋を最後に引退っていうことになって、今日は本当に、はい、あの素晴らしい演技を見せてくださいましたので、今までありがとうございました。嬉しいですね。今までありがとうございました。パンプ君ありがとう。パンプでした、ね、かわいいパンプですよ。忘れないでくださいね、皆さん。でも映画ね、やっぱりね、世界から猫が消えたなら、あら、かわいい。どうもありがとうございます。